え続いて、スプリングステークスいきます。えー、阪神大商店と今日のファルコンステークスの結果は阪神大商店の方に載せてるんで、そちらをご覧ください。えー、ちょっと最近、えっと、騎手等でちょっと馬券噛み合わないのが多いんで、え、今回もですね、えっと、アウトライアーズを一応注目バーでしてたんですけど、ちょっと嫌な予感してきたんで、え、ちょっと最近なんか騎手との相性悪いんで、え、こちら、スプリングステークス。 えー、騎手を信じてってことで、えーと、弥生賞の時にですね、えー、まあ、カーデナ一1着でよかったんですけど、えーと、駒のインパラスね、田辺さんがちょっと意味わからん競馬してもうたんで、ちょっとやっぱり騎手を、えー、ちょっと騎手にね、ちょっと裏切られてるパターンが最近続いてるんで、まあまあ、自分の買い方が悪いと思うんですけど、えー、今回、えー、こちらですね、本命、えー、デムちゃんでいきますわ。 エアウトライアーズ、えー、注目バーで一発ありそうだったんですけど、えっ、ー、と、人気もちょっと出てもうたんですね。もうサッカーの一番人気ですかまあ、おつわれててね、どれが一番人気とかもほとんど関係ないぐらいなんですけど、ちょっとそれでも4倍欲しかったんで、ちょっと人気出すぎかなってとこですね。ええー、ええー、えー、えーえー、ちょ、ちょっとびっくりしたね。えー、そうか。まあ、そうですか。えー、さすがに一番人気を特注バに上げたらちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど。 うんやっぱり順番的に、デムちゃん、あ、ごめんなさい、ずれた。デムちゃん、戸崎えー、田辺と。えー、この順でいきましょう。えー、で、トサさん、えー、今回馬券どうしようと思って、どこの着順に当てはめようかなと思ったんですけど、えー、今日も仕事しちゃったんで、ファルコンステークスね。えー、今回惜しくも2着ってとこで、えー、もうここら辺も正直も予想ってかも、う運ですわも、もう。ん。運ですわも、も えー、今回そうですね、デムちゃんとさっき田辺の順で決まりそうかなと思って、この順でいきますね。はい、えー、デムちゃんね、えー、と、日曜のメイン10勝もう連発ですよこれ。えー、選手もカラくレないでごめんなさいって言って来てもうたんで、日曜日のメインですね。トリコロルブル。えー、実績的にそうですね。 トリクロールブルーがまだ中山発車ないんでどうなんだってことで、まあ3番人気止まりだと思ってるんですけど。えー、確かにアウトライアーズ、トノアレス、えー、もうあとウィンブライトのが確かに中山実績あるんですけど、えー、と、でもここ、トリクロールブルー,、えー、一応ステイゴールド3区なんで、えー、全然中山適あると思ってます。で、えー、この馬だけね、えー、唯一、唯一って言ったらあれですか、韓国短いんで、えー、そうですね、前走休み明けて、えー、まあまあ、ある程度圧勝してますね。 で、まあ、えー、なんた時に染めってことで、皆さんの他の前よりは一応プラスかなと思ってますね。や、うん三3ヶ月先よりやっぱり中3週とかで来てくれた方が多分動きはいいと思うんで、えー、安城デムちゃん。もうこれですわ、もうね。一番の理由。で、えっ、ー、と、4番で一応ウィンブライトまで入れて、ちょっとごめんなさい。アラームだった。<laughs> はい。えー、え エテオントで記してたんですけど、まあ1から4番 2K 決まってもてるってことで、まあ無難なレースですね。で、スプリングステークス内枠有利っていう話なんですけど、えー、なんぼ内枠有利言うても、外のものが明らかに強いのを買ってるんで、ちょっと今回はさすがにうちで、うまみありそうのままはちょっといません。ストロングレビルぐらいですか、でもストロングレビルもね、もう前走新配のお世話になって、もう今回いいですって言ってるんで、もういいですわ。 あと、エトルディーニュエトルディーニュ。まあ、確かに前奏、えサ、ー、ブリチャードに対して2着なんですけど。うーん、ちょっとワンパンチ足りないかな、このメンバーには。もんど、キャノンもちょっと距離的性と中山運なんで。えー、この運とでいいでしょう。この運で決まれもう。うはい。で、これ今気づいたんやけど、ちょっとオッズゴロゴロしてたんですけど、これ今んとこね、まあ3倍台が3とになるんですけど、これ今3、2、1で、綺麗に揃ってるんですね、これね、印ね。 来たこれ大こここれ 3, 2, やこれうまいこれまで決まったらもう大パンやこれ321やこれもうこれで決まるよもうはいということでまとめてこうですねでむっちゃんえー、で本命したら1着こないと先を対抗に出してで田辺がやらかしたので3着止まりとで4着に、えー、松山松尾を描くんですね中の実績ありますけどな松尾を描くんじゃちょっと印ときにはここまでかなと思ってますねはいえー、で10万円の行方ですね えっと、本命太鼓の生まれん3万円。こちら7倍ついてるんで、まあ20万円ぐらいいます。で、三連博ボックスも人気4等のボックスで買います。こちらも十分プラスなんで。んプラスあれタイム。プラスやったっけなあれんんんんんんんごめんんんうんん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 あんん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 けるんんんあんん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 いんんんんはい、はいんいんんん えということで、えーと、こちらでいきますね。ちょっと中途半端な、えー、お金になってます。17,500円なんですけど。えー、いきますね。はい。えー、こちらでいきたいと思いますね。もう今回もう買うのもいろいろ考えるのめんどくさかったんで、シンプルにポンポンと買いましたね。はい。えー、もうデムちゃんと佐々木もう素直に記事できまねこれ。あの、棚鍋来たらもうここ連帯来たらここるこれ。来ても3着までね。 はい。で、阪神大商店も、えー、紹介しているんでよろしくお願いします。ちょっと今回、えー、もうつのもの揃いでほとんど内容ないですね。うん、ないんですけど、えー、よろしくお願いします。また明日のフラーカップあるんで、その時に結果とフラーカップ、フラーカップの方がちょっと面白そうなんでね。で、えー、そうですね、えー。今回も固く決まってください。明日はね。はい。ということで、えー、ご清聴ありがとうございました。